始めていいですか。あ、どうぞ。はい、昨日僕誕生日だったんですけど、その時にですね、懇親会会場で、こんな芸があったんで、ちょっと見てください。見れるかな。こんな感じで、同僚の、山口徹さんがですね、チョコレートケーキに顔から突っ込むっていう、芸を見せてくれました。この会場にいた人たちは、楽しめたんじゃないのかなと思います。はい、でそれはどうでもいいんですが、昨日 LT で林さんが、ヤプシーラーメンチャレンジっていうのをやったので、まあ、昨日来てなかった方もいらっしゃると思うので説明すると、突然のここいいですねこれ、ラーメンチャレンジっていうのはラーメンを食べるかオープンソースに貢献するかもしくは両方行うというやつで、Twitter とか Facebook にその結果を投稿する。で次のチャレンジは3人を指名するってやつなんですが、スライドこれだけなんですが、僕昨日やってきました早速。でシャープヤプシーラーメンで、まあ、早速画像を載せるんですが、ラスターラーメン、はい、ラーメンをやって、います。でさらに、コード書きました。天狗にバグがあるっていうのがちょっと分かったので、天狗のトランザクション扱うやつがあるんですけど、内部で DevX トランザクションマネージャーの、トランザクションエンドってやつを使ってるんですが、これプライベートメソッドになってるんですよ、最新のバージョンだと。なのでこれだと実は動かないっていうやつなんですが、天狗でこれトランザクションのオブジェクト取る、生で取るってことはほとんどないんで、多分誰も何もなってないんですが、これちょっと後でコミットしておきます。で、これいきなり消すとあれなんで一応メッセージ出しておきます。ただこれ使ってると普通に死ぬんで多分誰も使ってないと思います。で、これを、誰かに引き継ぎたいんですが、適当に決めました。一人は、宮川さんに。で、なんでかというと、今サンフランシスコから来ていただいてるんで、日本で美味しいラーメンを食べるか、もしくはサンフランシスコで美味しいラーメンを食べて紹介してください。で、もう一人が、千葉優さんです。これなんでかというと、今日さっき会った時にですね、昨日林さんの話を聞いて、マネージメントしかやってなくてコード書いてないんですよねでへって笑われたので、はい、お願いします。で、あとは、神ぽさん、よく見るんですけど、蒙古タンメン中本ばっか食ってるんですよ。なんで、ラーメン食ってください。ってことでこの3人、次につながるようによろしくお願いします。これちょっと画像があるんでそれはアップロードできないかもしれないですけど、という感じです。ぜひこれを、皆さん続けていくといいんじゃないでしょうか。来年のヤプシーまで続いているといいなと思います。はい、ありがとうございました。